626年のコンスタンティノープル包囲戦は、サーサーアン・アサ、アバール人、スラブ人が東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを包囲した戦い。防衛側の東ローマ帝国の戦略的勝利に終わった。この危機を脱した東ローマ帝国は、同年及び翌627年のうちにヘラクレオス・ミカドの元で反撃に転じ、それまで防戦一方だったタイ。 サーサーン朝鮮戦を590年頃の国境戦まで押し戻すことに成功した。一方敗れたサーサーアン朝、ホスロー2世は628年に息子かワード2世によってハ位、殺害され、以降サーサーアン朝は混乱を極め滅亡に向かっていくことになった。602年、東ローマ帝国でフォカスがマウリキースを処刑して定位を奪った。 しかし、ホカスは残虐かつ内政面で無能な君主だった。彼のもとで、東ローマ帝国は不安定になり、サーサーアン・アサのホスロー二世は、この機に乗じて、ホカスの定位三奪を口実に東ローマ帝国へ進行した。当初、サーサーアン・アサは、海進撃を続け、東ローマ帝国の勢力をアナトリア半島の中心部まで追い込んだ。この間、 東ローマ帝国では、カルタゴ総督ヘラクレオスが反乱を起こし、その同盟の息子、ヘラクレオスが、ホカスを倒し、定位についていた。経験が浅いながらも波外れた気力を備えた、ヘラクレオスは、直ちに、ホカスが破壊した帝国の再建に着手した。しかしサーサーアン朝では、東ローマ軍が何度か反撃に出て、メソポタミアに進出したものの、 サーサーアン朝の進撃を止めることはできなかった。サーサーアン朝軍はカルケドンを攻略し、コンスタンティノープル進行への道を開いた。東ローマ宮廷では、ヨハネス・エスモスが、この絵舞台へのパンの配給を止めたり、パンの値段をフォーリスからホリスに引き上げるなどして、食料の節約確保を試みたが、二十六年五月十四日から十五日にかけて暴動が起き、 セイスモスは排除された。包囲が始まるという時まで、コンスタンティノープル市内の騒乱は収まりきっていなかった。ルーマニア、モルドビツァ修道院の壁に描かれた626年、コンスタンティノープル包囲戦の絵。ホスロー2世は、東ローマ帝国の息の根を止めるには、その進撃に対する決定的逆襲を決める必要があると考え、外国人を含む、 あらゆる腕利きの者のを徴兵し、精鋭の二軍を新設した。将軍、シャーヒームは五万の軍を与えられ、メソポタミアとアルメニアでヘラクレオスの反撃を防いだ。より小規模な部隊を率いるシャフルバラーズは、ヘラクレオス軍の脇をすり抜け、サーサーアン軍の前線基地となっていたカルケドンまで突出し、ボスポラス海峡を渡って、コンスタンティノープルを直接攻撃する準備を始めた。また、 オスロー2世はアバールの河岸とも連絡を取り、ヨーロッパ側とアジア側からコンスタンティノープルを攻撃する手はずを整えた。サーサン朝軍がカルケドンに駐屯する一方、アバール人はヨーロッパ大陸側からコンスタンティノープルを包囲し、バレンス水道橋を破壊した。ボスポラス海峡では東ローマ海軍が正海圏を維持していたため、サーサン朝軍が ヨーロッパ側にわたって同盟者アバール人と合流することは叶なわなかった。このため工場戦にたけたサーサーアン長軍はヨーロッパ側にあるコンスタンティノープルの攻撃に直接参加できず、工場側の連合軍の力は大きくそがれた形になっていた。また海峡を挟んで確実に情報を伝達することもできないため、アバール人とサーサーアン長の両陣営が連絡を取る。 ことも難しかった。コンスタンティノープルの防衛は、総大主教セルギオス一世とパトリケオスのボヌスが担った。敵がコンスタンティノープルを包囲したことを知った、ヘラクレオスは、自軍を三つに分けた。首都コンスタンティノープルは厳重な防衛設備が、整えられていて比較的安全と思われたが、ヘラクレオスは、守備隊の指揮を上げることを意図して、あえて一軍を割いて、 コンスタンティノープルへ送った。ヘラクレイオスはもう一つの軍を弟テオドロスに託して、シャーヒーンへの対応に当たらせ、自らは最も小規模な3番目の軍を率いて、サーサーアン・アサの中心部へ逆進行することにした。626年6月29日、コンスタンティノープルで組織的な総攻撃が始まった。城壁内には12000人の熟練した。 ゲバキ兵が控えて、東ローマ帝国をヨーロッパから完全に追い出そうと、する8万人のアバール人とその配下のスクラベニ族の攻撃に立ち向かった。サーサーアン軍は、ホカスが配位された時にはすでにカルケドンを制圧していたのだが、このアバール人が工場兵器を押し立てて、テオドシウスの城壁に迫り始めた時まで、コンスタンティノープル攻撃を試みることはなかった。 工場軍は絶えず投石機でコンスタンティノープルに石を投げ込み続けたが、防衛側はセルディオス一世の宗教的カリスマのおかげで高い士気を維持していた。彼は聖母マリアの遺恨を掲げて城壁を更新し、東ローマ帝国が神に守られているということを印象づけた。さらに彼が周辺の農民にこの戦争の宗教的な意義を説いたことで彼らも迫る。 異教徒の脅威の前に団結した。8月7日、サーサーアン軍は船でボスポラス海峡を渡り軍をヨーロッパ側に渡らせようとしたが、東ローマ海軍に包囲され撃破された。また、スラブ人は金閣湾を渡ってコンスタンティノープルの海の城壁を攻撃し、アワール人の本軍は陸上の城壁を攻撃した。これに対し、ボヌス率いる東ローマのガレー戦団は、 スラブ人の船を台当たりで沈めていった。陸上のアバール人も8月6日から7日にかけて総攻撃を仕掛けたが失敗に終わった。さらに東方でテオドロスがシャーヒームに対し決定的勝利を挙げたという知らせが届き、アバール人は2日間のうちにバルカン半島の奥地へ撤退した。彼らがコンスタンティノープルを脅かすことは二度となかった。 シャフルバラーズのサーサーアン軍はまだカルケドンにいたが海峡を渡れない彼らだけでコンスタンティノープルを攻略するのは不可能であり、包囲戦はこれをもって収束した。東ローマ帝国では聖母マリアの加護によって包囲戦が終わったことを祝いアカティストスが作られた。作者は不明だがセルギオス一世カピシディアのゲオルギオスであると考えられている。 東ローマ時代のコンスタンティノープル周辺ホスロー2世の元にはシャーヒーンの敗北の方から立て続けにコンスタンティノープル包囲失敗の方が届いた。失望したホスロー2世はシャフルバラーズの暗殺を命じる手紙をカルケドンのサーサーアン軍に送ったがこの密使は東ローマ帝国に捕らえられた。手紙の内容はヘラクレーオスを通じてシャフルバラーズに伝えられた。 シャフルバラーズは、ホスロー2世とヘラクレオスのどちらを支持するのかを、状況に応じて即座に決断できるように自分の軍勢を北部シリアへ移動させた。ホスロー2世の最も熟練した将軍を中立化させたことで、ヘラクレオスは、敵国の最も経験豊富な部隊を離脱させ、イラン侵攻に先立ってその側面の安全を確保した。翌年、 ヘラクレオスは再びメソポタミアに侵攻し、ニネベで別のサーサーアン軍を破った。さらにサーサーアン朝アの取得手資本まで進んだ時、すでにホスロー二世は敗因されていた。ヘラクレオスは新たな君主カワード二世と和平を結び、サーサーアン軍をエジプトやレバントから撤退させ、メソポタミアやアルメニアの中で、 かつて595年頃の条約の時点で、東ローマ帝国領とされていた地域を変換させた。これにより602年から続いた東ローマ帝国と、サーサーン朝の戦争は終結した。しかしこの後、内乱のうちに衰退し滅亡していく、サーサーン朝に代わって、イスラームアラブ人の帝国が台頭し、東ローマ帝国はこの新たな敵と再び戦い続けていくことになる。 669年と674年、コンスタンティノープルはアラブ人による次の包囲戦を経験する。626年の包囲戦が失敗した最大の要因は実際に城壁を攻めたアバール人が十分な忍耐力と工場技術を有していなかったことにある。ペルシア人は工場の経験を持っていたが、コンスタンティノープルの城壁や 党の防御力が圧倒的に勝っていた上、政界権を奪えなかったために、軍や優れた工場兵器をボスポラス海峡のヨーロッパ側に送ることができず、両岸で連絡を取ることもできなかった。最終的にコンスタンティノープルを攻めあぐねたアバール人は、食料の備蓄もつき、撤退せざるを得なくなった。ありがとうございます。